自分の気持ちや考えが揺らいだり、ぶれたりすることがあります。人の意見に左右され、決断することに躊躇するとき、どうしたらよいのか教えていただきたいです。普段、YouTube で一問一答、まあ、皆さんからの相談を、に対して答えてますけれども、もう、おそらく1000本以上の動画を撮ったので、カメラの前で話すということは慣れましたけれども、今私の話を撮影しているカメラが2台目の前にあるんですね。で、そのカメラが2台あって、そして私の右手斜め前に照明があります。大きな太陽みたいな照明のライトがあるんですけど、全部そのカメラもそれからその照明も、そのカメラの下に、照明の器具の下に三脚がついてます。で、当然このカメラも三脚を張って、設置して、水平を取って、そして、まあカメラも、iPhone とかではないので、まあちゃんとした一眼レフのカメラが載ってます。なので、重さも結構ある。そうすると、こう傾いててもいけないし、ぐらぐらしててもいけないし、ということで、こう必ず三脚をこう張ってるんですね。で、これを、ずっともうこの何年か、この様子を見続けて、で、いるんですけど、先日ちょっと、私も自分が撮影してみたいと思って、この、せっかくならば、いいカメラで撮影しようと思って、それでカメラを持ち出して、それでこう三脚をこう設置してやってたんですけど、普段私撮られてばっかりで自分が撮っていないので、こうなかなかこう三脚をセットして、こうカメラを水平に保とうと思うと、なんかこう首がこうなっちゃったりして、で、なかなかこううまくいかないんですね。で、三脚も足の長さがこうちょっと、ね、こっちが短かったり、こっちが長かったりして、で完全に水平なところに三脚を乗せるんだったらいいんですけど、ちょっとこう斜めのところで安定させて、カメラを安定させて写真を撮りたかったんですね。で普段撮り慣れてないので、もうこれをね、安定させるの大変なんです。でとても手間取りました。手こずって。で、結局、ブレブレの写真、しか撮れなかったんですね。ちゃんとした写真が撮れなかったんですよ。いやこれやっぱりいつも自分撮ってもらってる側で、自分がね、撮るっていうことをしてないので、簡単に見えて、この一つの写真を、シャッターをカシャって、こう、押す。で、三脚がないまでも、本当にいいカメラになればなるほど、ちゃんと脇を固めて、そしてカメラを安定させて写真を撮るっていうことが、これ本当にカメラマンの方とかですね、私も取材、とか、ね、いろんなことで、まあ、動画撮影をスタッフにもしてもらったりとか、カメラの撮影をしてもらったり、それを編集されたものを見てるだけなので、一見簡単なように見えるけれども、この安定してカメラを構えて、そして写真をブレないようにその瞬間を切り取るっていうことは大変なことだなっていうことが、自分がやってみるとやっぱりわかるわけですよね。で、こう、人生のいろいろな決断、これは小さいものから大きいものまでいろいろあると思いますけど、これね、こう決定的な、とっても自分にとって大事な瞬間の決断を、もうブレなく、間違いなく、ちゃんとしたいって思えば思うほど、これ、なかなかこれ緊張してシャッターチャンス逃しちゃったり、せっかく撮った写真がブレブレだったりってことになっちゃうんですね。これ、でもじゃあ、その決定的な瞬間にですね、きちんとピントを合わせてブレずに写真が撮れるっていうのは、もちろん今カメラが良くなってオートフォーカスみたいなものがあってですね、もう素人でも綺麗に写真が撮れるみたいなカメラも出てきましたが、でもこう人生の決定的な瞬間をブレずにパシッと決めようと思うと、そうするとですね、これ、それが本当に自分にとって大事な決断だと思えば思うほどですね、そういう場面であればあるほど、
これなかなか簡単にベストショットを撮るっていうことは難しいですよね。じゃあどうしたらいいかって考えると、これ普段からカメラを持っていろんな写真を撮って、ああうまく撮れなかったっていうことを経験する、その膨大な経験の中からプロのカメラマンはこの瞬間をバシッとブレずに高画質でこうショットを狙えるわけですね。こう写真を撮ることができるわけですね。で、本当にこう人生の決断って、私たちにとってそれが本当にこうね、チョコレートパフェを食べるかイチゴパフェを食べるかっていう日常の中の細かい話、決断から、こう本当に自分の人生にとってとっても大事だという決断、いろいろね、どういう人と結婚するかとかいろいろも含めて、あのやっぱり失敗したくないの で失敗したくないので、その決断をしようと思った時にいろんな人の意見に揺れてしまうわけですね。そこに揺らされてしまうわけです。で、これ揺らされてしまう、揺れてしまうっていうことが悪いことじゃないんですよ。何かというと、自分が普段から大事な決断を自分の責任において、ね、決断するっていうことを練習してないっていう、それが本当に大事な決断の時に、普段からカメラを構えて写真を撮ってない人で、その人が急にですよ、急に写真を撮るというのはなかなか難しいんですよね。そのベストショットを撮るというのは難しい。だから揺らされてもいいっていうのが結論です。で、本当にね、人生って何度でもやり直しが効くので、生きている限りですよ、何度でもやり直しが効くんですよ。だけれども、その瞬間にそのベストショットを撮れなかったって、これ写真でもそうですよ。二度とその瞬間来ませんから。二度と同じような場面は来るかもしれませんけど、二度とその瞬間は来ませんよね。特にその動物の写真とか鳥の写真とか、でそういうのを狙おうと思うと、そのチャンス、その瞬間にベストショットが撮れるかどうかっていうのは、もう本当にこれ練習を積み重ねて、そこにその時のチャンスっていうものをちゃんと切り取って写真が撮れるかどうかっていうことなんですよ。だから私もこうちょっと春になって暖かくなってきたので、まあ、外にですね、カメラを持って出て、なんかいい写真撮りたいなとか、こう鳥たちとかね、動物たちとか、花の写真とか、梅の花とかが咲いて、そういうのを撮りたいなと思って、こう、チャレンジするんですけど、まあ、本当に6年写真撮れたことないですね。いや、でもやっぱり、撮り慣れておられる方は、その、なんていうんですか、明るさとかね、いつもこの、写真、動画撮影をするときもですね、スタッフの人たちが光の明るさが、このなんか400だとか何百だとか言って、トンチンカンでわからないんですけど、でもやっぱり普段からそうやって何度も失敗を重ねながら、このベストなショットが撮れるっていうためには、そう。ちゃんとカメラを安定させなければならないし、その瞬間、その瞬間に自分が意図して狙ってシャッターを押せるようになるっていう、これはね、相当な経験とに裏付けられた、そして確信を持ってシャッターを押せるってことがないと、ベストなショットってやっぱ撮れないじゃないですか。そう、だからこれ何かというと、自分の気持ちや考えが揺らいだりブレたりすることがある。それは当然ですよ。人の意見に左右されて決断するときに躊躇する、それは当然なんですよ。当然なんです。だけども最後は自分でシャッターを押すんですね。最後は自分でその瞬間に自分でシャッターを押さなきゃいけないっていうんです。だからこのシャッターを押すまではいろいろ当然ね、こっちの方がいいんじゃないか、こっちの方がいいんじゃないか、もうちょっとこうした方がいいんじゃないか、だそれはみんな揺れるんです。だけども最後は自分で責任を持って、これはもううまく撮れてるかどうかわからないけど、えいってやっぱり押さなきゃいけないんですね。で、これをやっぱり怖がっていたり、その人の最終的に意見に押されて、おい今シャッター押すんだよって、おい今だって言われてパチッと押してたら、
これ自分でシャッターを押してないんですよ。人にシャッターをさせられてるっていう。で、そうやって自分でシャッターを押すことの怖さから逃げてくる。逃げてずっとこれまで来てると、やっぱ確信を持ってベストショット取れないんですよね。ずっと取れない。そう。だから自分が下した決断が、これ、ベストなものかどうかなっていうのは、わかんないんですよ。決めてみないと。でも決めてみて、あーって、ちょっとなんかここがブレてたな、明るさが足りなかったなって、後でこれ反省するわけじゃないですか。そう。で、こんなことの積み重ねをずっとこう積み重ねていくうちに、本当に肝心な時に、いろいろな人たちの意見にぶらされるんじゃないですよ。いろんな人たち意見言いますから。で、自分もわからなくて意見聞きますから。でも、それは、だんだんこれ練習を積み重ねていくと、いろんな人たちの意見にぶらされてシャッターを押してるんじゃなくて、いろんな人たちの意見を参考にしながら、自分が意見を、シャッターを押せるようになるんですね。これ、どっちにしてもいろんな人の意見を聞こえてくるんですよ。で、どっちにしてもいろんな人の意見を聞いた方がいいんですよ。やっぱり。だけど最終的に自分で決めるってことが大事ですね。そう。だから、こう、人の意見にぶらされたり、自分の気持ちが揺らいだり、考えが揺らいだり、当然ですよ。大事な決断ですから。最後の最後まで、一番ベストなことは何なのか。一番、ね、その、いろんな意見がある中で、いろいろ自分の考えもある中で、一番ベストな選択は何なのかってことをギリギリまでやらなきゃいけないですよ。だって答えはないんですから。人生の答えっていうのは最初から決まってるわけじゃないんですから。学校の勉強とは違うんですよ。社会は。生きるってことは。ね。なので、これをギリギリまでやる。だけど、最後、シャッターを押すときには、自分の決断で押すんです。で、その自分の決断で押して、あとね、ああ、なんかちょっとなって反省することはある。でもそれはね、後悔じゃないんです。反省なんです。そう。だから、そういう、こう、どうでもいい決断なら他の人のおすすめに従っていいと思いますけど、本当に自分の人生にとって大事な決断は、いろんな人の意見にギリギリまで揺らされながらも、自分の中で対立する様々な考えにぶらされながらも、ぶれながらも、最後は自分の責任で、私が、このタイミングで私がシャッターを押すんだって、自分の決断をごまかさないということですね。自分の責任において自分の決断を下していく。こんなことの積み重ねをしていくうちに、ですか、人の意見というものが必要なくなるわけではないんですよ。自分の考えが、いろんな考えが自分の中で乱立するっていうことがなくなるわけではないんです。でも、それが全部自分の、逆に言えば、たくさんの意見がある中で、本当に何でしょう、こう、銃のね、ライフ、こう、銃を撃つ時のスコープみたいなもんですね。いろんなドットがいっぱいあって、そこに一点自分の狙うポイントが見えるんですよ。これドットがなかったら、どこを狙っていいかわかんないんですよ。そうだからそれはいろんな意見です。いろんな意見とか自分の考えいっぱいある。だけど、どんどん自分がいろんな意見があったり、自分のいろんなその様々な方向からの考えがあった上で、この的が見えてくるんですね。それがあるから。なかったら本当に愛自由ですよ。何にも意見もない。何の反対もない。そしたらね、帰って迷うんですよ。そう。なんか自分がやろうと思ってたことに反対するような人もいるかもしれない。だからこそ、自分の中で本当にそれやりたいのかなっていう、その問いがね、自分に対してできるわけですよね。そう。ですから、まあ私も昔はそうやってぶらされることとかいろんな人がいざやろうと思うと意見言ったり文句言ったりっていうことがあるわけですよね。無責任な人もいれば一生懸命親身になって考えて意見してくれる人もいるわけですよ。で、自分も心配だからああでもないこうでもないと思うんですよ。だけど今でも私はそれはあります。ありますけど、いやーありがたいなって、いろんな反対する人もいるし、こういうこと言う人もいるし、こういうこと言う人もいるし、で、自分の中にね、こうしたらどうだ、こうしたらどうだ、これもいっぱいあるんです。だけど最後は、それがあるからこそ自分の決断がむしろこう定まってくるっていう感が出てきますね。そう。ですからこのとにかくね、いっぱい失敗して反省する、そう、反省するっていうことは自分で決めたってことなんですよ。自分で決めたのでそれを反省できるんです。
なのでね、ベストショットを撮るために、ね、なかなかベストショット撮れないですけど、ついぞ死ぬまで撮れないかもしれない。だけれども、ベターなショットが撮れるようになってくるっていうのは間違いないですね。ですからどうぞね、大いに意見に許されてください。そして大いに迷ってください。ギリギリまで。だけど、決める瞬間は自分の責任で、えいって決める。これがとっても大事な決断の心構えです。